トスコラーノ・マデルノは、イタリア共和国ロンバルデア州ブレシア県にある、人口約7600人の基礎自治体。トスコラーノとマデルノは、いずれもコムーネにある集落の名である。国立統計研究所では、両者を、ハイフンで結んだトスコラのマデルノを使用している。一方、コムーネ公式サイトでは、ハイフンを用いないトスコラのマデルノを用いている。ブレシア県東部、ガルダ湖畔に位置する。 ガルダコ南西端のデゼンツァーノデルガルダから、北北東へ 19km、県とブレシアから東北東へ 33km、ガルダコ北端のリーバデルガルダから、南南西へ 34km、ベローナから北西へ 37km、州とミラノから東へ 113km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、 カッコ内の VR はベローナ県所属を示す。モニュメントマルモーレを気候分類ではゾーナ E2265GG に分類される。また、イタリアの地震リスク階級ではゾーナ2に分類される。トスコラーノマデルのには以下の分離集落がある。ありがとうございます。